万葉橋は、長野県千曲市大和上山田大和磯辺の千曲川に架かる長野県道498号聖高原線、曲線の橋六364.15メートルの桁橋。下流に架かる大正橋と共に、戸倉市街地から戸倉上山田温泉へのアクセスを担っている。橋名は1950年に混流された万葉集荷碑に由来して命名された。 この歌碑は歌人佐々木信綱により記号された。1985年には万葉橋の佐賀二線曲がり川万葉公園が完成し、上代から現代までの品濃を歌った歌碑が27期設置されている。佐賀から撮影した万葉橋過去に元となるような船橋や木橋は架橋されておらず現、橋が初めての架橋である。 元橋の河橋以前は主に下流にかかる対象橋を利用していたが、高度経済成長期には、戸倉上山田温泉には、年間50万人以上の観光客が訪れるようになった。そのため、1963年10月に、戸倉町と上山田町の都市計画に付随し、河橋が決まり、寄港された。 公費3億3000万円を費やして1966年4月15日に開通を迎えた。元橋の開通により団体観光客の往来や送迎の利便性が向上し地域の発展に資することになった。春光当初の万葉橋では朱色の降乱が風景に調和し水銀灯を備えるなど観光地に適した橋として歓迎された。 1997年から1999年にかけて耐震化工事が行われ、落橋防止装置が取り付けられた。ありがとうございます。